とことんとこいとと、アシスタントのくーちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の13日火曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルバラのコンパニオンプランツの種を取ったことがあるあるありますよね。いろんなバラのコンパニオンプランツ、はい、本日種を取っていこうと思うのはオルレア、はい、こちらの花バラによく合いますよね。僕の庭でも一株植えただけでもたくさん増えましたよ。こちらの種取り今日はやっていこうと思います。本当は6月ぐらいがいい時期なんですけども、もう雨続きでもうずっと取れなかったので、ようやく今天気になってますので、そちらの方をカットして種を取っていこうと思います。はい、あと香りのバラもちょっとだけ咲いてくれておりますので、そちらをカットしてまたいつものように楽しんで終わっていきたいと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらが先ほどのオルレアの種、こんな感じになってますよ。こうして触ってポロポロっと種が落ちるようになると収穫時期です。はい、いかがでしょうか。こんな感じでチクチクしたものがついているので、服とかについて種がいろいろなところに散らばるという感じのタイプの種ですね。さあ、では早速収穫していきましょう。こんな感じで根元からカットしていきます。収穫しているうちにポロポロ種がこぼれますけど気にしません。来年また咲くのでめちゃめちゃたくさん収穫できましたよ。いかがでしょうか。はい、たくさん収穫できましたので、こんな大きなザグに種を入れていきますよ。椅子にはたくさん落ちてますので拾っておきましょう。いいですね。こんな感じでたくさん収穫できましたよ。そしてもう少し乾燥させてからパラパラっとこうして種をこんな感じで
集めて秋に巻くという感じですね。この辺はまだ崩れませんので、もう少し乾燥させてからこうやって細かく種を収穫していこうと思います。よし、はい、では香りのバラカットしていきましょう。ピエール・ドロンサールが綺麗に咲いてくれておりますよ。今日はいかがでしょうか。ボクサムビューティーもいいですね。ジルドブリザックもいいですね。セラフィムも綺麗に咲いてくれましたよ。香るのも頑張ってくれました。今日はシャンテロゼミサトがすごいですね。エデュアールマネも綺麗です。そしてラブロッシュも綺麗に咲いてくれてますよ。小さいですけども、今日もいっぱい咲いてくれたね、くーちゃん。うん、よかったね、とこさん。ね、今日はこちらの、ピエール・ドゥ・ロンサールが2番花を咲かせてくれてましたよ。ピエールさんも、ほんのり甘いティーの香りがしますよ。ピエール・ドゥ・ロンサール。その隣がボクサムビューティーですね。いい香りです。そしてこの隣、ジルドゥブリザックですね。この子たちもなかなか、いい香りです。ジルドゥブリザックは何でしょう、これとっても爽やかで甘いですね。ジルドゥブリザックなかなか最高です。そして今日はこの隣のセラフィム、川本バナ園さんのとっても甘くて爽やかな香りがしますよ。セラフィム綺麗に咲いてくれました。はい、そしてこの隣ですね、シャンテロゼミサト、たくさん咲いてくれてましたよ。甘くてスパイシー。そしてこちら、川本バラインさん、ラブロッシュですね。いかがでしょうか。このピンクの中にゴールドが混ざると綺麗ですよね、なかなか。香りもとっても爽やかで甘いですよ。そしてこちらの、エデュアルマネも今日も頑張って咲いてくれましたよ。トコさん、今日はピンクが多いね。ほらね、ピンクが多いね。なんだか朝から高まるね。もうまさに香りのバラのピンク祭りや、ピンク祭りや、ラッセーラー、ラッセーラー。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。オルレアの種いっぱい取れましたね。また何かイベントをやるときにでも皆さんに配ってみようかなとも思ってますよ。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。またね。住んで都にするしかないさ。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。千と千尋の神隠しのお父さんでした。Ha ha 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 ha.